百裂肉球ってプニ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 ってことかな。気持ちよくね。よし、それじゃあ次はこのお姉さんかな。私ってば可愛すぎて罪な女。なんか変だよ、これって妖怪のせいじゃないかな。いや、普段のこの人を知らんけん君は変だとは言えないだろう。周りをサーチしてみよう。さっきおった場所におるんやない。この辺、ほらほらほら。誰？なんかおじいちゃんっぽく見えとったんやけど違うんかな。妖怪を見つけた。誰だ？誰って妖怪よね。もう一声欲しいな。まだスクープってほどじゃないか。アイタタタイムズ。何してるの？おや？妖怪が見える人間か。でもスクープにはちょっと弱いかな。スクープ？そう、僕はアイタタタイムズ。日刊アイタタタイムズの新聞記者さ。日刊アイタタタイムズといえば、痛い記事で有名な妖怪の新聞でミス。新聞の記事を書くためにサーカスの人に取り付いてたの？そう、スクープを求めてこのサーカスの取材に来たのはいいけど、大してのネタがなくてな。サーカス団員に取り付いて、アイタタなことでも言わせようと思って。アイタタ、アイタタタイムズも仕事とはいえ、このままでは困りましたね。スクープになるネタがあれば、取り付くのをやめてくれるの？自分でスクープを作っちゃいけないよ。それはもちろんだよ。とはいえ、スクープなんて簡単にはつかめないですよね。確かに。あれ？あなたがつけているのはもしかして妖怪ウォッチ？うん。そうだ、ひらめいた。妖怪ウォッチを持つ少年への独占インタビュー。これなら、サーカスの記事よりももっといい記事が書けるはず。ケイタさん、ぜひ取材させてください。え、それだけでいいの？新聞記者のアイタタタイムズは妖怪ウォッチを持つ少年であるケイタにぜひともインタビューをしたいそうだ。このクエストもちろん受けるよ。え、なに？話せばいいだけ？ありがとう。これは大スクープ間違いなし。せっかくのインタビューですし、向こうのベンチに移動してやりましょう。準備ができたら声をかけてくださいね。インタビューの準備ってなんやろ。インタビューを受けるなんてなんだかドキドキしますね。お、なんだ、取り付いたぞ。そうでもないよ。ケータ君？アイタタタイムズの独占インタビュー発生。クエストメニューを確認しよう。ナビします。何アイタタタイムズからインタビューを受けよう。今の状態のケータで大丈夫っすか？絶対ダメやと思うんやけど。それではケータさん、取材を始めさせていただきますね。さ、どうぞどうぞ座ってくださいな。いや、座りますけども。うわ、一体何が聞きたいんだい？まずあなたと妖怪の出会いについてお聞かせください。これは見えない声に導かれたのさ。どっちも痛いんですけど。あれは導かれたって表現が一番しっくりくるかな。大地に眠る宝を手にするため大森山に足を踏み入れた時、見えない声に誘われるように石のガシャマシンへたどり着いたのさ。大地に眠る宝ってあーた虫取りしてた時でしょうが。そしてその石のガシャを回したことで俺の人生は変わったんだ。どう変わったかな。いや、これは秘密にしておこう。ケイタ君、その喋り方はどうしたんでミス？もしかしてまさかとは思いますが、アイタタタイムズに取り憑かれてます？こいつに取り憑かれとんかい。いやー、なるほどなるほど。次にあなたの考える友達妖怪の魅力についてお聞かせください。怖いよー。友情の方かな。響き合う。あえて言葉で表現するとなると、響き合う友情のメロディーかな。臭いわ。いいですねー。なんだなんだ。でも一つだけ確かなのは、彼らの魅力を語るには時間がどれだけあっても足りないってことさ。あいたたた。ほんと痛いよ。では最後の質問です。どのように妖怪の友達を作っているんですか？やっぱりストレートに友達になってくださいと言うとか。これは選ばさせてもくれんのか。ちっちっち、それは少し違うね。一言で言うと導かれるっていう表現が近いのかな。え、また？
あ、間違えた。またじゃないんか。お互いの心を本気でぶつけ合ううちに自然となっているんだよ。友達にね。おお。じゃあ試しに実践してみてもらっていいですか。僕とバトルをお願いします。仕方ないね。いいよ、せっかくだから楽しもう。準備ができましたらまた声をおかけください。ファイトタタイムスと戦おう。それではバトルをお願いします。準備はいいですか。ああ、いつでもおいで。やだ、この、こんなケータやだ。それではケータさんの心のぶつかり合いを見せてください。まあ、俺にとってバトルってのは特別なことじゃなくて日常なんだ。わざわざそれを見たいと思う君の感覚がちょっとわからないけど、もしかしたらこれは俺自身が次のステージへ進むのに必要な。もうやめてケータくん、聞いてるこっちが辛いでウィス。じゃあ行きますよ。ってことはこれは必ず仲間になるってことかな。アイタタタイムズが現れた。よし、行けみんな。さあペラペライオン、回せ。結構弱いんかな、もしや。あ、回ってないぞ。一大事。おっしゃー、チャージ完了。いっけい、ペラペラメラメラ。妖怪の技にもさ、なんというかこう欲しいね、バリエーションが。さあここで、さあ来い。あーダメだ、あー止まらない。よし来たー、いっけい、ジバニャン百裂肉球。肉球ってさ気持ちいいやんか、猫の。百裂肉球ってプニ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 ってことかな。気持ちよくね。勝利、イエーイ。あれ、いつの間にやらカリカリベーコンやられてなかった今。気のせいかな。んでもちゃんとレベル上がったな。ってことはやられてないのか。感じたよ、君の心と俺の心が今はっきりと共鳴したね。バトルに勝ってもあいたたたーですね。なるほど、こうやって妖怪と友達になっていくんですね。では僕の妖怪メダルをどうぞ。まあ、結果的にはいいんだけどさ。あいたたタイムズと友達になった。あいたたタイムズにニックネームをつけますか。呼びにくいけどこれでいいよ。あいたたタイムズの情報を妖怪大辞典に登録した。いいね、あいたたタイムズの妖怪メダルを手に入れた。噛みそうなんだよさっきから。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。俺たちが心をぶつかり合わせて紡いだ絆の結晶、確かに受け取ったよ。言葉のチョイスがいちいち痛いよ。それではこの辺で新聞の読者に向けて何かメッセージをお願いします。そうだね、何、この記事を読んだ君たち、俺に会いたくなっても心配しないで。まだ顔も知らない君ともいつか共鳴する日が来るはずだからさ。絶対会いたくねえわ。おお、ナイスなメッセージバッチリいただきました。ではではお次は。まだ続くの。あいたたた、これは長くなりそうですね。そういえばサーカス団のお姉さんたちはどうなったのでしょう。本当よ、どうなったん。あっちじゃなかった、メイン。お、溶けてる。あら、私ってば何してたのかしら。先輩、元に戻ったんですね。何言ってるの、ほらさっさとサーカスの準備しましょう。はい、やっぱ先輩はこうじゃなくっちゃ。アイタタタイムズが取材に夢中なおかげであちらは元に戻ったみたいですね。こっちはどうするの。あとはケイタ君のインタビューが終われば。早く終わってくれ。友達になることが大切なんじゃない。友達になった後に何をするかが大切なんだろう。楽しそうでウィスね。アイタタタイムズの独占インタビューバッチリ解決。ちゃんとケイタ君元に戻してあげてね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は
概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。